なんかあのうちのゼミの女子はもう結構初めて。初めて。なんでちょっと軽いレクチャーをお願いしたいです。はい。自転車の説明ですね。よろしくお願いします。一般的な自転車。まあ皆さん想像するこんなやつですよね。ママチャリ。はい。通学車。ちなみに昨日南アフリカの人にこれ売れました。簡単な英語で。って言われるものですね。まあ、先生も持ってるそう。ある程度速く走るタイプの自転車、まあ、これもスポーツバイクの一つです。特にこれがそのスポーツバイクに見られがちで、これが仕組まれてくるのね。高校生、大学生に人気なのか、このスポーツバイクと言われるようになります。なぜそれがその高校生とか大学生に使ってもらいやすいかというと、あの都市部向きに設計されたものになるんですね。機動性も良く、それなりにスピードも出て安全性も確保されて乗りやすい自転車、かといったらママチャリっていう形にみんな思うんですけど、こっちになった方が速いし、スポーツ見た目色とかかっこいいもの、かわいいものとかも出てきているので、最近スポーツバイクの流行りというのはもうこの辺から皆さん買っていただきました。まあ、見た目はねマウンテンバイクっぽく見えるんですけど、タイヤが見ていただけます。これはマウンテンバイクです。こちらクロスバイク、太さが違ったりします、はい、皆さんでも普通にこいだら15キロ20キロぐらいスピード出るんで、まあ、十分スピードは出ます。でまあ、皆さんこぞってこう買い始めて友達が乗ってるってなれば、まあ、足並み揃わないですね。一緒にママチャリとこう走ってたりしたので、自分もこれ欲しいなこれ欲しいなって、まあ、一つのそのムーブメントが、まあ、徳島では起きてます、まあ、あのこれから月末、来月3月に入るとこの辺が何回も出ていく感じですね。ちょっとうちも在庫を持てるように頑張ってます。で最近のは、ディスクブレーキって言われる、あ、そうか、あ、本当だ、ディスクだ、はい、ものになっているので、よりこうブレーキが効く、まあ、安全にブレーキしていただけるものとして、あの皆さんにも扱いやすいですし、さらに安全っていうのを確保できるというのになっています。それがまあ価格も抑えたところ、抑えてるかどうかはちょっと今価格見てもらって抑えてないやと思うかもしれないですけど、はい、あのスタンスバイクのその入り口の価格大体このぐらい。でこれが、リブブレーキって言われる、こういう挟み込むね、ブレーキと比べてもその遜色ない、まあ、価格帯になってきてます、まあ、ですので手の届く範囲でそういった、まあ、性能の高いものが最初に販売されてきてるっていうのも確かですね。この辺がスポーツバイクのその入り口です。まあ、色も多いので最初にこう買ってみようかなって思う分、にはこの辺が多いです。まあ、サイクリングにも行っていただきますし、まあ、遠出頑張ってみようかなっていうところにも、まあ、こういうのを持っていただいて、で、まあ、慣れてきて、あ、やっぱり違うんだなと思った時に、まあ、ロードバイクって言われるものをチョイスしたりします。でまあ、これだけではないです。結局、まあまあ、のスポーツバイクって本当にジャンルが広いので、その後ろにあるようなこういうちょっと可愛らしいキャリアがついているものっていうのも十分スポーツバイクのジャンルに入ります、はい。まあ、ですから線引きが難しいところではあるんですけど、そのまあ、カテゴライズされている中でスポーツバイクですよって言われるものだと、まあ、大体こう変速機がついてたりするんです。走っていく場所にこう、まあ状況に応じた、まあ、チェンジができるようなものがこう形についてたりはします。はい、で、まあ、皆さんがどういうチョイスをしていこうかなっていう時に、ある程度わがままになってもらうと、こういう乗り方がしたいから私はこういう車種を選んだっていうような考えで自転車を選んでもらえたらいいかな。で、
まあ、うちの間口は結構ハードルが高いと言われてます。入りづらい。本格的や。あ、別にそれはわがままに、こういうのが欲しくて、私こういうのが欲しくてっていうところを言っていただければ、それに合わせた事務所を私の紹介して、でそれを気に入っていただけたら、まあ、それを購入していただくというような形でやらせてもらいます。変わってるやつなんかこの辺のブロンコとは研究室にもあるんですね。あの折りたたみができて本当に小さくあれぐらいになります。はい、あとバッグに入れると空想を共有するのもすごい簡単だし、はい、かとも思えばこんだけ小さいけどもすごくスピードが出るのでよりこう都市部の日でもあるし、まあ、ただねこう、まあ、例えばカフェに入るとかっていうのも持ち歩いてそのままの中に入っていけるので盗難の心配も少なくなるです、ね。まあ、こういう自転車もそのスポーツバイクの一つなんですね。これなんかそのスーツとか着てであの通勤に使っていただくのもスタイリッシュにできるでしょうし、おしゃれの一つとして使っていただくのもそういうツールとしてもいいです。英国紳士がスーツ着た大会とかあるんですよ、イギリスなんで。イギリスの自転車なんで、そういう調べておきます、はい、スーツでレース、あえてそういうこうレギュレーションでそのスーツを着てレースするっていうのも実際開催されています、はい。日本大会があり世界大会、まあ、まあこういう状況下なのでなかなかレースが開催されていますけど、そういうレースっていうような感じですね。まあ、まあ、感じでですね、そのいろんなそのスポーツバイクがある中で、まあ、先ほども申しましたが、その皆さんがこういう自転車がいいという、まあ、一つのわがまま、まあ、まあ欲求っていうのをまあ伝えてもらって、で選んでいくことができるものなので、あとはその選んでいただいた自転車にもさらにこうしていきたい、ああしていきたいっていうそのチェンジ、パーツを変えたりとか、体に合わせたり、まあ、調整なんかっていうのもできるようになっているので、すごいこう、歴史部なものになっています。ただ、逆にですね、それを怠ってしまうと、割と金額ももう見ていただいたら高いじゃないですか。これ、買い物を失敗しちゃうっていう。ことになるんです。なんかこう伝え、全てを伝えることができなくて、これ選んだけどいや使えへんやみたいな自転車になるのが一番もったいないです。ですから最初にある程度こう、まあ、プランをこう自転車をこうどう使っていきたいかっていうプランを、なかなか難しいですけど、その未来予想としてそういうプランを立てて車種を選ぶっていうのは結構大事になりますね。ですから、まあ、あの矢部先生が選んでいただいたウーベと言われる車種でしたら、まあ、ロングライド向けです。体に負担も少なく、さらに最新の機材がついてて体に負担が少ない機構もありますっていうのだったら、もうあれしかないでしょうというところで、進めさせていただきます。まあ、さらに、先生は、上のスタジオで、フィッティングですね、体の運動解析をさせていただいて、完璧なあのサイジングですね、まあ、サドルの高さとの位置で、ハンドルの幅とかっていうね、こういうパーツ類全て変えられますので、はい、そういったあの体に合わせたサイジングっていうのをしています。体力に自信がないんで、漕ぐ力を全て進む力に、お金で買いました、すべて体力のなさを、はい、それで、まあ、どんなスポーツもそうなんですけど、あの、まあ、例えばスパイクの選び、まあ、何でもあると思うんですけど、それが自転車にはいろんなそのサイジングがあって、最初の基礎的なものを知ってもらっておくと、走り出しも悩みもないですし、痛みもないところで始められるので、まあ、フィッティングってこうハードルの高そうな、まあ、競技やってる人だけでしょみたいなことで見られがちなんですけど、もうむしろ自転車を持ってない状態でも受けていただけるものなので、あのサイズを測って、じゃあそのサイズが出る自転車買おうかなみたいな感じでも使っていただいてます。欧米ではもうその流れになってます。もったいない買い物にするんじゃなくて、先に買って、そうフィッティングをしてしまって、
っていうのがベースになりつつあります。ただその文化の違いですね。それはあの講習、まあ、フィッティングなんですけど、ライセンスを取りに来たら講習で言われたんですけど、それはもうあのやっちゃってください、全部あのお金に変わるんでって言われるんですけど、まあ、日本はそういう文化ではないんですよ。サービスをこうお金で買うっていう文化ではないので、あのチップ制度もないですから、あのなかなかサービスの方がそういう人いないんですよ。ですから、まあ、そういう復旧っていうのをしていくためには、まあ、こういった YouTube を出させてもらったりとか、なんか僕もそのブログで SNS とかで発信をしてくれる感じです。まあそんな感じで、あのしもさんのちょっとあまり、あ、大丈夫、まだ大丈夫です、まだ14分ありました。赤く光ったらやばいかと思いました。はい、長丁尺で編集はなしで、一回切ります。